皆さん、こんにちは。ワンダリグルビーです。では、今回は、ルパン三世、パンドラの遺産、続きをプレイしていきたいと思います。ファミコンのゲームになっていまして、カリオストロの城のクラリスが、再び何者かにさらわれてしまって、それをルパン一味が救出に向かうというゲームになっています。前回は、ファーストステージ、これ無事クリアできましたので、今回はですね、2ステージ目プレイしていきたいと思います。中国人のステージになっているようでして、どうやら4人の人に会って、その後ボス戦になるということなので、まずはね、その4人に会うところから始めていきましょう。今回、まずスタートプレイヤーは、次元を選択しました。次元はね、何度かお話ししている通り、めちゃくちゃ攻撃性能が優秀なんですよね。まず、弾がね、端まで届くっていうのが、すごく優秀なんですよ。あと連射もね、今3発撃ってますけど、3発撃てるっていうのも大きくて、とにかく攻撃性能がめちゃくちゃ優秀です。一方、ルパンはですね、そういう攻撃性能はないんですけど、アイテムが使えるっていうのはね、大きいですよね。特にね、この今出てきてるキョンシーみたいのがいると思うんですけど、キョンシーはね、1回弾を当てても死なないんですよね。2回攻撃を当てないと死なないっていう、そういうキャラになってるんで、ルパンみたいに攻撃が連射できないとちょっと怖かったりするんですが、まあ、その点、この、キョンシー対策っていう意味でも、次元は使いやすいかなと思います。では、まず1人目に会いに行きましょう。アイテムはしっかり吸収して、ゲットして、まず1人目に会いに行きます。おっと、危ねえ。影が寄ってきてましたね、今。ギリギリで食らわなかったけど。ヒットするレンジがちょっと広いゲームだったりすると、もう今のはアウトでしたよね、きっとね。で、重要なアイテムとなる可能性のある防弾チョッキとか、そういうものはね、しっかり回収をしていきたいので、余裕があるタイミングでは、ちゃんと。うわ、食らった。食らってしまった。ここで食らったか。ちょっと、次元をね、どっかで救出しないと心配ですね。余裕がないところでもたもたしてると、ちょっとああいう事故が起きますけど、まあ、無事次元を救出したので、次元を救出したら、すかさず、次元チェンジします。では、ここからちょっとね、ガッと進んでいっちゃいましょう。あんまり時間かけすぎてると、今度は、銭形のとっつぁんがやってきてしまったりするんで、スピードとアイテム回収と、あと攻略をね、しっかりバランス取ってやっていきたいと思います。まず1人目、会いましたので、先に進んでいきましょう。これで、1人目あったので、2人目のところに行きます。そしたらまた、次元にチェンジします。銭形のとっつぁん、うわ やっちまったな。銭形のとっつぁんが出てくると、もう一人強制的にそのステージをクリアするまで捕らえられてしまうんで、まあ、できればね、そのとっつぁんは使わないキャラ、五右衛門とかにできるといいのかなとは思います。とっつぁんが出てきたら、もうすかさず五右衛門にチェンジっていうのがね、一つセオリーになるかもしれないですね。めっちゃかわしてくんだ、こいつ。あとは次元を救出したいと言っているところで、救出成功です。トランシーバーの数がちょっと減ってきちゃってんだ。やっぱアイテム回収しないと心配ですよね。さあ、トランシーバー来い。トランシーバーよ、来い。来なかった。トランシーバー来ずだな。ちょっ
ちょっとこのあたりからですね、罠が仕掛けられている可能性が高いので、ルパンに変えて赤外線ゴーグルをつけて進みましょう。よし、このシバ2個ゲット。で、ドアに入ってな、部屋の中に入るとですね、ゴーグル効果消えちゃいますので、そしたらまたゴーグル付け替えます。あ、ちょうどありましたね。パソコンで。危ないものが。ゴーグルつけててこのざまだ。なんとも情けない。ジャンプ攻撃もね、ちょっとできないんでね。そのあたりも、うわ!いきなり降りてくるのとかやめてほしいわ、本当に。しっかり、防弾チョッキ、いいね、節約したいところなんですけどね。今ので無駄に、浪費しちゃいましたね。あと、ま、全然違う話になりますけど、妊活をね、してるって話、何度かしてると思うんですけど、二人目です。先日ですね、やっぱり妊活、あんまりうまくいかなくて、バイアグラを初めて使いました。もう、全然回数を重ねるごとに、ニッチもサッチもいかなくなっていた、僕の愚足がですね、バイアグラ、やると、それなりに反応してくれてよかったなっていうね。もうあんまりこの視聴者さんの中に、そのね、バイアグラ使おうかっていう人はいないかもしれないんですけど、もしね、困ってる方いたら、バイアグラもらってもいいかもしれないです。ちなみにバイアグラはですね、値段で言うと、900円でした、僕が行ったところは。なので900円ぐらいだったら、まあ、ね、そういう意味では、いいのかなっていう気もするんで、もしね、興味ある方いらっしゃったら、ぜひっていうのも変ですけど、バイアグラで、もらってみてもいいかもしれないですね。ちょっと水の中を進みましょうか。タイミングも良くなかったので、ポコッと上がって、ここからこのチュンリーの劣化版みたいな女の子を倒しながら元のステージに戻りましょう。そろそろ銭形のとっつぁんが出てきてもおかしくない、そういう時間なので、そこもね、ちょっと意識します。では、3人目に向かいましょう。ちょっと銭形のとっつぁん対策っていうわけじゃないんですけど、できるだけ、やばい!マップの下側を進むよりかは上側を進んでた方が、なんか安心感あるんですけどね。ちょっとこの樽が邪魔だな。樽を消そう一度。また防弾チョッキ1個無駄にしちゃったからな。もっともっと防弾チョッキないと心配ですよね。うわっ、また食らってしまった。もうこれ以上は食らえないぞ、本当に。これ3人目ですね。いやー、防弾チョッキの数がちょっと危ういな。しっかりちょっと防弾チョッキ回収しながら進みましょう。では、4人目行きましょうか。防弾チョッキの数が本当に危ないので、ちょっと慎重な上にも慎重に進んでいきましょう。どんくらい防弾チョッキの数で、持っておくと安心なのかっていうのが全く分かってないんですけど、10個、20個は欲しいですよね、きっとね。そう考えると、道中は、道中はできるだけ、ルパンは温存した方が良さそうですよね。ルパンをいかに温存するかというのもあると思うので。
五右衛門を助けたら、すかさず五右衛門にチェンジしましょう。ただこの面はですね、どうやら五右衛門でボス戦を戦うのが良さそうなんで、五右衛門がね、死んでいる状態もちょっと心配は心配ですね。うわっ、理不尽だよなこの辺りはな。まあ、次元なり、五右衛門なりをちょっと一刻も早く救出したい。ここは次元ですね。やばいな、これは。ここでちょっと次元にチェンジして、進んでいきましょう。やばい、ハマリシンするぞ。よし、4人目、ようやく4人目だ。これでじゃあちょっと突破して、ボスのところまで行きましょうか。もう本当についに防弾チョッキがなくなってしまったので、防弾チョッキを回収しながら進んでいきます。やばい、いやあ、やっちまったなあ。そしたらちょっとね、ここまで戻ってきまーす。はい。そしたら4人あった状態で、ボスのステージに向かっていきたいと思います。ただちょっとボス行くにあたってですね、今実は、次元が捕まってしまってる状態なので、まあ、この次元をちょっとうまく救い出せるチャンスが来れば、次元はしっかり救出してあげたいなというふうには思っています。そろそろ、とっつぁんが出てきてもおかしくない時間帯に本当に差し掛かってるんで、味方というか使えるキャラクターはね、ちょっと一人でも多い方がいいなっていうのがあるんで、ちょっとそこは、しっかり、次元の救出というのも考えていきましょう。いないとき本当にいないんですよね。うわ、無駄に使ってしまった。一個。ここからは本当に慎重に行きましょう。防弾チョッキを失いたくないので、本当だったらここで次元で進みたいんですけどね。この面は先ほどお話した通り、五右衛門で進むのがボス戦で一番相性がいいみたいなんで、できればね、五右衛門は残しておきたいんで、そう考えると、やっぱ次元を使いたいんですよね、こういうところではね。ルパンだと、まあ、死なない、防弾チョッキがあれば死なないという利点があるんですけど、その分、防弾チョッキをむっちゃ使うっていう悪い点もいっぱいあるんで、こういう感じでね。ちょっとここはせっかく水中の面入ったんで、水中から行きたかったなぁ。ここはちゃんと確認しながら進みましょう。そしたら、次元がこのまま救出できないかな。防弾チョッキも最低でも10個ぐらいはやっぱり持っていった方がいいんじゃないかななんて気もするんで、ちゃんと防弾チョッキを買い込める状態でね、やっぱ行きたいですよね。さあ、ボス戦ですね。ちょっとボス戦に関してはですね、五右衛門にチェンジして進むのがいいみたいなんで、五右衛門にチェンジします。
ここで今はめてる状態ですね。このまま連射してはめ散らかしていきたい。ダメージ当たってんのかな、これ。ちょっと当たってんのか当たってないのかもわからないんで、もうちょっと前出たい。あ、倒しましたね。何をやっていたのかよくわからないですけども、無事、セカンドステージクリアできました。よかったです。防弾チョッキちょっと使ってしまってるので心配ですが、次回はですね、3面プレイしていきたいと思います。